はい、どうも、鈴木さんです。今回はですね、技術解説になります。技術解説。はい、よく聞かれるのが、ジャブです。ジャブ。カバさん。はい。今回もカバさんにご登場いただきます。ジャブでございます。はい。はい。ジャブと言っても、いろいろなジャブが私にはあると考えております。なんのこっちゃですよね。昔一緒に練習してた頃にジャブですごくマスなのにすごく嫌なジャブ、速いジャブ、強いジャブ、もう本当にうまかったです。懐が深くて本当に避けにくい、見えにくい。それを今日もう一度解説してもらってもいいですか？あのね、この後川さん言ってますね。ですけど私も川さんのジャブに散々ね嫌な思いさせられて、これ私だけじゃないんですよ。結構練習中、マスやってんのとかを見るじゃないですか。もうね、フットワークと、ジャブで、このカバさん、お世辞にも、ボクサー体型とは言えないこのカバさんが、華麗なフットワークと、華麗なジャブで、相手を翻弄しているっていうシーンを、見てましたし、私も、すっげえイライラさせられました。はい。まあ、後々怒りのボディーブローが一発炸裂したことがあるんですけれども、川端さん先ほどね、おっしゃってましたけど、覚えてらっしゃるんですね、やっぱあれはね。はい。すっげえ頭きて、ボディーブローを食らわしたことが。でも、それね、ボディーブロー食らわせられたのって、結構私がもう強くなってからなんですよ。だから、初期、もう本当は練習生やプロになって新人をやってる時とかって、叶わなかったですからね、マスで。うん。そんぐらい、川端さんのジャブっていうのも、素晴らしい。ものを打ってましたので、私とちょっと似てる部分もあるので、その辺も比較などしながらお話したいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずジャブ、ジャブっていうと、はい、そうですね。まあ、今日はあんま深掘りしないですけど、左手でまっすぐ打つものだけをジャブとして考えてください。今日はね、これね、ジャブの私のいっぱいあるよっていうのは、右も左も、なんかいろいろあるんですけど、今日はまっすぐ打つジャブだけです。はい。と、こんな感じ。ジャブってこういう感じですよね。なんですけども、まず、しっかりと、両手を上げてガードをして、と、相手の、まあ、鼻柱とかを狙って、打ちに、ジャブ、パス、ジャブ、ジャブ。こういうものだと思うんですけど、私もボクシングジムに入って、ボクシングを習い始めた時に最初に教わったのはこうジャブです。なんですけれども、まあ、鈴木悟の熱烈なファンの方たちはご存知だと思いますが、私、左手が上がってたことがありません。うん、はい。だいたいここに構えてましたね。はい。そして川端さんもなぜかこうなんですね。フリッカーですね。はい。フリッカーと呼ばれるジャブです。はい。左手上げずに下から打ちます。はい。これがまず、私と、まあ、川端さんもそうですし、一般的にこっから打つジャブとの違い。一つ目。ガードしてるところから打たない。左手下に下がってる。はい。まあ、このフリッカージャブっていう名前がついてるんですけれども、まあこれをやっていた要因の一つとして、私がすごい大好きなトーマス・ハンズという、うん、はい、5階級制覇をしたボクサーがいらっしゃいまして、その方がこういうね、デトロイトスタイルって言われてましたよね。ヒットマンスタイルとも言われてましたし、はい、これからのジャブと右ストレートというのを主武器に戦っていた選手で、めちゃめちゃかっこよくて、彼をすごいモデリングして真似してボクシングしていました。川さん、わし、ああいうふうに火が なりたいなといつも思ってた。いやでも長いですけどね、川さんもね長いですよね。わしね、ハンズっぽかったって、うん、はい、川さんはおっしゃっていただいたことないですけど、今思うとどうですか？言いましたよ。あ、そうでしたっけ？忘れてた。そうなんです。和製ハンズなんて呼ばれたこともあるくらい、はい、こういう感じで、下から打つジャブっていうのが私のジャブでした。で、それのじゃあ解説、詳しく解説するんですけども、なぜここから私が打っていなかったかってことなんですけども、こっから打ってしまうと、相手の顔面に対してまっすぐ打ちいくことになるんですね。そうするとガードがある、グローブがある、でグローブのが大きいので隙間が少ないんですよね。隙間が少ないからまっすぐこういう打ちいくとすり抜けにくい、当てにくいんですよ。なので
ちょっとカバさんガードしててくださいね。ガードしてる下から入れる。この肘が開いてるんですよ。こうもうどんなにガードこう締めてたら絶対ちょっと締めてください。締めてね。締めてたら絶対入らない。絶対入らないけど、あ、肘が開いてるんですよ。肘の下から開いてる。こっから入れるんですね。お、なんか見事に今見事にすり抜けてしまいましたけど、そう、こういう感じ。こっからだったら入らない。ここは入んない。でもこっからだったら入るんですよ。っていうのが、気がつきまして、ハーンズを知ってか知らないかの時から私はもうこういう打つようになりました。なぜなら、フィジカルが弱いから、相手のガードを崩すことができなかったんですね。なので、隙間を抜くしかなかったんですよ。で、その隙間を抜くために相手のこのきついガードの隙間って言ったら、ここしかなかった。なので、下から打っていた。っていうのが、私の、まあ、このフリッカージャブの始まりだったんですよ。後からフリッカージャブなんで知ったんですけど。はい。これが、普通のジャブとのまず違い。もうね、ここでもう、一回区切って、一言で、視聴者の皆さんに、ジャブで困ったら下から打ってみよう。これまず一つです。はい。で、二つ目。こっから、ジャブを打とうとすると、私だけではないと思うんですが、ハンドスピード。っていう、このハンドスピードが出しにくいんですね。これは、なぜかというと、手が、もうすでに前に出てしまっている。要は、予備動作、予備動作、用意がないんですよ。もう、ここから、打ち出さなければいけない。っていう、結構これ技術的に難しいんです。だけど、下に手をやっておくと、この時に、実は後ろに引いてるんです。後ろに、前に打ち出したかったら、後ろへの予備動作があった方が打ち出しやすいんです。なので、これ、左手を、こっからではなくて、こっから打ち出せることによって、ちょっと川さん受けてくださいね。この瞬発力、スピードを出しやすいんですよ。ここにあっちゃうと、もう、距離は近いし、後ろへの予備動作がないせいで、ちょっと受けてくださいね。こういうジャブになってしまう。けど、フリッカー、下から打ってると、この距離が長いので、滑走距離がある。予備動作が取れる。っていうことで、受けてくださいね。早く打ちやすいっていうのがこの打ち方のメリットだったんですよ。で、何度も言いますが、私フィジカルが弱かったので強いジャブっていうのを打ちたくてもここから全然打てなくて、逆にこれが全部隙になってしまう。ジャブ打ったことによって体勢が乱れたりとか、あとは相手が何もこれに対して脅威を感じないので、この後も打ち返される。何か力を打って余計簡単な、そうなんですよ、ね、そうなんですよ。下手くそな左手出すとすぐもみのクロスとかもらってしまうんで、相手が嫌がるような脅威になるような下からこうバンバンバン右のカウンターなんか打てないよっていうようなジャブを打っていかないとパンチをもらってしまうっていうのを感じていたので、これね結構今自分で説明しててもそうなんですけど、当時を思い出しましたね。でしっかり長さがいかせる。そうですね、はい。3つ目、そう、正面、まっすぐこうやって打つよりも、半身が取りやすいので、川さんなんかもスーパー半身でしたね。はい、半身なので、この肩の分、こういう風に、ちょっと手を挙げてもらっていいですか。はい。こういう風に打つ。こういうジャブと、フリッカー、まあこういう状態で打ったジャブって、肩の分が入る分、リーチが変わるんですね、これね。これ、はい、今手の長さは変わってないです。だけどこの部分が変わってしまうのでリーチが出しやすいっていうのもあって、遠い距離でボクシングをしたかった私としては、距離を取りたい、フィジカルが弱いからコンタクトしたくない、相手に近くにいてほしくないって時に、とにかく突き放すで右ストレートです、っていうのが私のジャブの使い方でした。これそうですね、フリッカーなんてかっこいい名前ついてますけど、なんかそんな大したもんでもないとは思ってるんですけども、いや、そんなことないでしょ。いや、それ、川崎やってるからでしょ、自分もフリッカーなんて。私はそう、大したあれではないと思うんですけども、なんかジャブで、なんか悩んでしまっている方、うん。やっぱ、ジャブが生命線になるボクシングっていうのもあるので、それで、あ、もっとジャブが強く打ってたらなっていう方には、これを一回試してみる価値はあると思います。
使い分けると思います。使い分けするといいですね。そうですね、両方できたらいいんですけど、またそれもそれで難しいですけどね。どちらか、はい、まっすぐ打てるように頑張ってするのか、これにちょっと壁を感じてきたら、わざとこっちから打ってみて、あ、うん、これいいかもしれないと思ったら、これで、練習して、うまく使えるようにするか、こうやってまっすぐ打つジャブに、このなんかこう、スナッピーな感じを合わせて、なんかこう、独自のものを作ってみるか。そう、その辺はもう皆さんのセンスに変わってきます。解説は、はい、いくらでもできますので、まあ今日ジャブね、解説しますけど、はっきり言ってこの時間内じゃ説明しきれてないです。なので、もっと欲しいよっていうか、ことありましたら、コメント欄にぜひ、書き込みお願いいたします。今日はジャブについて話しました。超絶全力、気楽に行こうぜ。気楽に行こうぜ。